ブレイキングダウン史上初めての大箱、幕張メッセで実施されたブレイキングダウン7。様々なドラマやプライドが衝突し合う33試合が行われました。その中でも大会を大いに盛り上げたヤバすぎる KO8 戦をご紹介します。アリー・コウタロー VS 外ヘボ・ヒロト。まず一つ目にご紹介するのはアリー・コウタロー VS 外ヘボ・ヒロトです。現役東大生であり、オーディションの時からヒール役として注目を浴び続けたアリー・コウタローと、薬物中毒の母ちゃんを助けたいという強い思いを持ち試合に臨む外ヘボ・ヒロトの試合です。ブレイキングダウンに出場しなければ決して交わることのなかった二人がケージの中でお互いの人生をぶつけ合います。アリー・コウタローはオーディションに参加している時から異彩を放っている選手で、ふんどし姿の現役東大生がキングオブエリートの僕が生きった不良の首を買って幻想を壊してやる、頭動かせないんだから体動かせよなどとひな壇のこわもて選手たちを煽る様子にスカッとした感情を持った人も多いはずです。アリー・コウタローは相撲のほか少林寺拳法とカンフーの経験があり、スポーツではサッカーとラグビーをされていたみたいです。まさに文武両道を体現しています。一方、外ヘボ・ヒロトは複雑な家庭環境で育ち、親元をたらい回しにされ、実の母が薬物中毒から抜け出せないのを見かねて自ら警察に通報して目の前で母親が逮捕されるといった壮絶な過去を持つ選手です。格闘技経験はアマチュア・プロ合わせて3年程度で、プロ戦績5戦5勝 4KO と無敗のみならず、フィニッシュ率 80% のフィニッシャーです。ブレイキングダウンで活躍して、母親と一緒にどん底から這い上がりたい、とコメントする外ヘボ・ヒロトに対して、ブレイキングダウンに人生かけるのは頭が悪い、母ちゃん支えたいなら東大入れ、と煽るアリー・コウタロー。バチバチの煽り VTR が流れ終わると、アリー・コウタローは尾崎豊のシェリーと共に入場。外ヘボ・ヒロトはエミネムのルーズ・ユア・セルフと共に花道を進みます。解説席からはまさしくブレイキングダウンの賛成派反対派の代表戦といったコメントが入ります。試合が始まると同時にアリー・コウタローが突進していきます。外ヘボ・ヒロトの右ハイキックをかわして右のカウンターパンチを狙うアリー・コウタロー。外ヘボ・ヒロトは体全体を避けてアリー・コウタローのパンチをかわし、強烈な右フックをアリーの顔面に打ち込みます。アリー・コウタローはダウンするもすぐに立ち上がり、大きく口を開けて気合を入れます。その後も一切後ろに下がらず前に出続けるアリー・コウタロー。試合終盤で両者パンチの打ち合いになります。両者一歩も下がらず打ち合う中、外ヘボ・ヒロトの右ストレートがまたしてもアリー・コウタローの顔面に炸裂。アリー・コウタローは2度目のダウン。今度は立ち上がることができず試合終了。有料放送の1試合目を強烈な KO で締めくくり、大会に火をつけた外ヘボ・ヒロト。勝利後のマイクでは、母ちゃん勝ったよと刑務所にいるであろう母親にメッセージを送っていました。解説席からはもっと強い選手と対戦するのを見てみたいと外ヘボ・ヒロトのポテンシャルが評価されていました。元気 VS ダンチメン・アツキ。二つ目にご紹介するのは元気 VS ダンチメン・アツキです。強くてかっこいい男になりたい、単純にモテたいからという理由でブレイキングダウンに出場するナンパ系 YouTuber 元気に対して、空手の強さを証明するためにブレイキングダウンへの出場を決めた空手19年のキャリアを持つダンチメン・アツキの試合です。元気は YouTube チャンネル元気ジャパンで主にナンパ系の動画を投稿している YouTuber です。ブレイキングダウン6では朝倉海チャンネルの斉藤健太に勝利していて、どこまで強いのかが注目されていました。ダンチメン・アツキは幼馴染6人組 YouTuber グループダンチメンのメンバーで KWF 世界王者の空手家です。オーディションでは衝撃 KO 勝ちで相手を単価送りにしましたが、あまりにも衝撃だったためか本編映像ではカットされていました。全日本大会2連覇しており、中国、オランダ、カザフスタン、ポーランド、ドイツなどの試合にも出場している申し分のない実績を持つ選手です。水着の女性たちと一緒に入場してくる元気、 YouTuber グループダンチメンのメンバーと一緒に入場するダンチメン・アツキ。試合が始まります。先に仕掛けるのは元気、右ストレートを打ち込みます。しっかりガードしたダンチメン・アツキは左のミドルキックを連発します。
ミドルキックが腹に入って効いた様子の元気は後ろに下がります。追随するダンチメン敦樹、飛び膝蹴りを元気の顔面に食らわし、元気思わずダウン。解説席からはブレイキングダウンと熱狂の声が。立ち上がった元気は前に突進するも、ダンチメン敦樹のハイキックを食らい2度目のダウン。元気は再び立ち上がり、残り19秒で試合再開。ダンチメン敦樹は胴回し、回転蹴りなど空手の蹴り技を繰り出します。そして残り時間10秒を切ろうとした瞬間、ダンチメン敦樹の回転蹴りが元気の腹に突き刺さり、3度目のダウン。悶絶する元気を見てレフェリーは試合を止めます。ダンチメン敦樹の圧倒的 KO 勝利、空手の強さを見せつけることになりました。解説席からは、空手の実力がバッチリ証明された、実写版のストリートファイターを見ているようだ、見ているこっちも気分が悪くなるような蹴りだった、などとダンチメン敦樹を大絶賛するコメントが飛び交い、ダンチメン敦樹は今大会の KO アワードを受賞しました。七原よしき VS 醤油二木。三つ目にご紹介するのは、七原よしき VS 醤油二木です。居酒屋のキャッチからホストクラブの経営者になり上がった、自称なにわの伝説格闘家七原よしき対、とにかく醤油が好きな元自衛官、ボクシングのバックボーンを持つ醤油二木の試合です。七原よしきは10年の格闘技経験があり、地下格闘技では7戦7勝無敗の戦績を誇ります。一方の醤油二木はボクシング経験者であり、ブレイキングダウンでは2戦2勝の戦績を持つ選手です。醤油二木はホスト業を営む七原よしきの印象について、ホストは羊同様群れている印象、印象は羊ですと煽り、七原よしきは実力のある醤油二木を倒して一気に名を上げたいと意気込みを語ります。プロ選手並みのスポンサーロゴが入ったガウンを着て入場する七原よしき、醤油スポンサーのロゴ入り T シャツを着て入場する醤油二木。試合が始まります。飛び膝蹴りのフェイントのような動きで相手を牽制し、距離感を探る醤油二木、間合いを確認すると一気にパンチで畳みかけます。七原よしきも蹴りで応戦して両者クリンチの状態に。一旦ブレイクが入るも両者前に出続けます。醤油二木は圧力をかけながらパンチで猛攻、七原よしきは蹴りとパンチを使い分けて応戦します。開始25秒で七原よしきの右ミドルキックを捕まえた醤油二木がカウンターの左ストレートを七原よしきの顔面に打ち込み、七原よしきダウン。七原よしきは立ち上がりダメージがあるものの、醤油二木とバチバチの殴り合いに応じます。徐々に醤油二木のパンチが当たり始め、またしても醤油二木の左ストレートが七原よしきの顔面に炸裂し、七原よしき2度目のダウン。これにはレフェリーが試合を止めて、醤油二木の KO 勝利です。解説席からは、素晴らしい、ナイス KO、 1分間の舞台の醍醐味を醤油二木が見せてくれましたと大絶賛のコメントが上がります。これでブレイキングダウン3連勝の醤油二木、今後の試合が注目されます。この動画を見てブレイキングダウンが面白いと思った方は、忘れないうちにチャンネル登録、グッドボタンお願いします。トシゾー VS 山川聡輝。4つ目にご紹介するのは、トシゾー VS 山川聡輝です。ブレイキングダウン5から連続4試合出場を果たすも、戦績は2勝2敗と崖っぷちのトシゾーと、ホストはゴミと言い放っていたが、現在はホストをしながら格闘技のトレーニングをしている山川聡輝の試合です。トシゾーはボクシング歴8年のバックボーンを持ち、パンチを得意とする選手です。ブレイキングドリームやバッドエンドなど独自のワードを連呼することでも有名で、入場時にかける曲は毎回オリジナルの曲を作っているエンターテイナーの一面も持ち合わせています。一方、山川聡輝は就職の内定を蹴ってブレイキングダウンに出場した選手であり、日本体育大学卒のスポーツエリートです。大学在学中は55年以上続く伝統ある日本体育大学少林寺拳法部に所属していて、2021年度には第57代主将を務めています。ブレイキングダウン5のオーディションでは、ホストを軽蔑している、ゴミの職業だろうとホスト業をこき下ろすも、現在は格闘技のトレーニング時間を確保できるからという理由でホストをしている選手です。オリジナル曲と派手な衣装のダンサー、対戦経験のあるジョーブログなどと共に派手に入場するとしぞう。対する山川聡輝は淡々と花道を進みます。試合開始わずか5秒で、歳三がカウンターの右ストレートで山川聡輝からダウンを奪います。
山川宗貴は立ち上がるもダメージが残っているのか、歳三のパンチに反応できずに顔面にパンチを被弾し続けます。そして開始わずか23秒でレフェリーストップ。歳三の TKO 勝利です。山川宗貴は何もできず地面に倒れ込みます。解説席にいた博之がホストとかやってたら勝てないのかなぁと辛辣なコメントをしていました。勝利が嬉しい歳三は勝利者マイクを要求し続けますが、結果マイクはなく会場は大爆笑に包まれ、試合は終了しました。萩原雄介 vs 信原空。5つ目にご紹介するのは萩原雄介 vs 信原空です。年商30億円の実業家であり、ジ・アウトサイダー10戦7勝2敗1分けの戦績を持つ39歳のイケてる親父ファイターと、現金4万円だけを握りしめて岡山県から自転車で上京してきた朝倉海の愛弟子である信原空の試合です。萩原雄介はジ・アウトサイダーでは三福神の陣中力と呼ばれていたレジェンドファイターですが、格闘技からは10年離れており、ブレイキングダウン6ではジョリー相手に判定負けしています。ブレイキングダウン7に出場するにあたり、しっかりと準備期間が取れた萩原雄介は自信満々で信原空との戦いに挑みます。一方信原空は喧嘩こそしてきたものの、格闘技歴1年未満のポテンシャルだけで勝ち上がってきた選手です。現在ではブレイキングダウンの顔の一人と言っても過言ではなく、朝倉海の下で日々成長を続けています。現ライジンスーパーアトム級王者で現ディープジュエルズストロー級王者である伊沢聖華とその婚約者であるコロを従え入場する萩原雄介、朝倉ファミリーである宮島翔と斉藤健太と共に入場する信原空。信原空は試合前から萩原雄介に体を押し付け、気合は十分の様子。ゴングが鳴ると信原空が勢いよく前に出て、萩原雄介は相手の動きに合わせてパンチを出します。開始わずか3秒で萩原雄介の右ストレートが信原空の顔面にクリーンヒットし、信原空はダウンします。信原空は足元がおぼつかなくなるも、萩原雄介から一瞬も目を離さずグローブを構えます。試合が再開されるとダメージがもろに残っているにもかかわらず、萩原雄介とパンチで打ち合う信原空。しかし萩原雄介の右フックをもろに受けて信原空は2度目のダウン。ここでレフェリーが試合を止めて、萩原雄介の KO 勝利で試合の幕が下りました。萩原雄介が経験値の高さを見せつけた試合でした。雄姿 vs 米代。6つ目にご紹介するのは雄姿 vs 米代です。ライジンにも出場している雄姿とブレイキングダウンの顔である米代の試合です。両者には因縁があり、練習中のスパーリングで雄姿からダウンを取ったと米代が SNS などで拡散させて、雄姿はハンデありのスパーリングだったと弁解しています。また雄姿は試合前に拳を骨折したことを公表し、負けた時の保険だなどと SNS 上でプチ炎上していました。実力、キャリア、知名度、すべて雄姿が上なので、雄姿にあまりメリットがない試合のようにも見受けられますが、両者にとって負けられない試合であることは確かです。ライジンでは派手なダンサーと一緒に入場する雄姿ですが、今回は目出しマスクをした屈強な男たちを引き連れ入場する雄姿。大きな数珠を首にかけ入場する米代、 TKO 木下がリングアナウンサーを務めます。試合開始30秒は両者どちらも譲らない打撃の攻防が繰り広げられ、解説席の朝倉未来も今すごくいい戦いですねと、両者どちらも甲乙つけがたい展開であるとコメントします。その後も両者は互いに打撃を出し続けます。そして試合終了のゴングが鳴り、結果は判定に持ち越され、判定結果は全ジャッジドロー判定。1分間の延長戦に進みます。延長戦開始後、雄姿が徐々にパンチを当て出します。そして延長戦開始15秒で雄姿の右膝が米代の腹に突き刺さり、米代はダウン。悶絶して立ち上がることができない米代、レフェリーが試合を止め、雄姿の KO 勝利です。雄姿は絶対負けられない試合に勝利して、プロの意地を見せつけました。川島雄太 vs 佐々木博。7つ目にご紹介するのは川島雄太 vs 佐々木博です。この試合はもともとミスターブレイキングダウンの座をかけて川島雄太と飯田正成が対戦する予定でした。
しかし試合の数日前になって飯田正成が交通事故による怪我で試合に出場ができなくなりました。飯田正成の代わりとして急遽白羽の矢が立ったのは朝倉未来の YouTube メンバーでプロ格闘家の佐々木ヒロでした。川島優太はブレイキングダウンで8戦しており、戦績は7勝1敗と勝率 85% 超えとミスターブレイキングダウンに最も近い選手です。一方、佐々木ヒロはチャンネル登録者数310万人超えの朝倉未来 YouTube チャンネルを初期から支えてきた編集マンで、ディープなどにも出場経験のあるプロ格闘家です。試合4日前のオファーに即答で出場を決めた佐々木宏も、決して賞賛がなく試合を受けたわけではありません。試合は MMA ルールで行われることになりました。佐々木宏がどう戦い、どのような結末になるのか、観客はもちろん関係者からの注目も集まります。両者、神妙な顔つきで入場。ケージの中に入ると、グータッチを交わします。ゴングと同時に、佐々木宏がガードを固めて前に出て、オーバーフックを連打します。川島優太も一歩も引かずに打ち合いに応じ、その刹那グラッと佐々木宏がダウンします。試合開始 3,4 秒後のことです。一瞬の出来事に MMA ルールにもかかわらずレフェリーがダウンを取りかけますが、過ちに気づいたレフェリーは試合を続行させます。冷静にレフェリーの指示に従う川島優太は試合続行の声を聞くと同時にパウンドの嵐を佐々木宏に浴びせ続けます。ここで一旦レフェリーが割って入り、スタンド状態に戻して試合再開させようとしますが、佐々木宏は立ち上がることができません。そしてレフェリーが試合を止めて、川島優太の KO 勝利で試合の幕が閉じました。川島優太は勝利後マイクで直前のオファーを受けてくれた佐々木宏に感謝を述べて、次回大会で飯田正成とどちらが強いか白黒をつけると言い残し、ケージを後にしました。アンポルキア VS シリル・アビディ。最後にご紹介するのはメインカードのアンポ・ルキア VS シリル・アビディです。元 K1 ワールド GP スーパーライト級王者のアンポ・ルキアと、過去に K1 スーパーヘビー級で37戦25勝17 KO の戦績を持つマルセイユの悪童シリル・アビディの無差別級の試合です。アンポ・ルキアは2023年2月15日付で K1 との契約が満了となり、K1 脱退後の一発目の絶対に負けられない試合です。シリル・アビディは2007年の試合を最後に格闘技から遠のいていますが、レイ・セフォーやピーター・アーツなど K1 のレジェンド選手たちをノックアウトした戦績を持つ選手です。身長190センチ、体重107キロのシリル・アビディ相手に180センチ、80キロのアンポ・ルキアがどのようなパフォーマンスを見せるのか、年齢差20歳、体重差およそ30キロの大会を締めくくるメインイベント、キックルール1分3ラウンド完全決着ルールの試合が始まります。1ラウンド、まずパンチを当てたのはシリル・アビディ。アンポ・ルキアは少しぐらつきます。しかし、すぐに体勢を立て直したアンポ・ルキアは右のオーバーフックを当てます。その後もアンポ・ルキアはフック系のパンチ、二段蹴りなどを当たれば一発でダウンを取れるような強烈な打撃を連続で打ち続け、シリル・アビディが応戦する展開に。そして試合開始後27秒でアンポ・ルキアの右のオーバーフックがシリル・アビディの側頭部に炸裂し、シリル・アビディがダウン。会場が盛り上がります。セコンドの声援を背に受け立ち上がるシリル・アビディ。試合が再開された途端、アンポ・ルキアの飛び込み前蹴りがシリル・アビディの顔にめり込み、シリル・アビディ2度目のダウン。シリル・アビディが立ち上がってすぐに1ラウンド終了のゴングが鳴ります。30秒のインターバルを取り、2ラウンド目開始のゴング。シリル・アビディがじわじわっとプレッシャーをかけていきます。しかしスタミナが切れてきたシリル・アビディを察知したアンポ・ルキアが攻勢に出ます。パンチと蹴りを上下に打ち分け、フェイントを入れながら的確にシリル・アビディに打撃を当てていくアンポ・ルキア。徐々にシリル・アビディの足元がおぼつかなくなっていきます。そして2ラウンド開始29秒、アンポ・ルキアが放った飛び膝蹴りからの左フックでシリル・アビディから3度目のダウンを奪います。しかしシリル・アビディはまだ立ち上がり、なんとか2ラウンドをしのぎます。そして迎えるファイナルラウンド、3度ダウンしたシリル・アビディのパンチはまだ生きており、お互い
一発でも当たればダウンするであろうパンチを交錯させます。パンチ一辺倒のシリル・アビディに対してアンポールキアは多彩な蹴り技を使い、顔、腹、足と打ち分けてシリル・アビディを翻弄します。ファイナルラウンド残り15秒でシリル・アビディの右ストレートがアンポールキアの顔を捉えるもひるまないアンポールキア。そしてファイナルラウンド残り10秒を切ったところでお互いインファイトでパンチの打ち合いになり、アンポールキアのパンチが先にシリル・アビディの顔を捉え、シリル・アビディ4度目のダウン。尻餅をついたままのシリル・アビディを見てレフェリーは試合を止め、ファイナルラウンド終了間際にアンポールキアの KO 勝利。アンポールキアは見事にメインイベントを豪快な KO で締めくくります。アンポールキアの完勝でした。勝利後マイクでアンポールキアは対戦相手のシリル・アビディを称え、今後もどんどん強い選手に挑戦していくと抱負を述べ、ブレイキングダウン7の最後の試合を締めくくりました。いかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。他にも知っていることがあればコメントや高評価で教えてください。ご視聴ありがとうございました。